はい、こんにちは、スレトルトと申します。今回はね、クッキングママっていうゲームをやろうかなと思うんだけど、なんでこれやるかっていうと、この、クリスマスパックってのがなんかあって、これ毎回だけね、なんかでやっ、なんか肉じゃがかハンバーグがなんか適当な感じで作ったんだけど、今回はクリスマスの料理をちょっとこれ作って、と皆さんにこう、なんだろう、俺料理ができるとこうゲームで見せようかなと思いまして、120円ですよ。120円使ってちょっと買ってきました。パパからのコインも届きました。もう何も覚えてないですやり方も何も覚えてないけど、どこにあるのかな。120円でちょっとクリスマス料理のやつを買ったんだよ。あった、マッシュポテトツリーとジンジャークッキー、ほうみたいな感じでやるんで、そうだな、じゃマッシュポテトツリー、クリスマス料理といえばマッシュポテトツリーですよ。全く食ったことないけど、どんな料理なのかで、むしろなんかケーキとかないのみたいな感じなんだけど、ちょっとやってみましょうか。作る準備中よ。そう、どんな感じなんだろう、作る工程とかが分かってね、まあこれの通り作ればみんなもこれマッシュポテトツリー作れるんで、俺はゲームで、皆さんは現実でちょっと作ってみてくださいよ。ロード長いさあどうなりますか、マッシュポテトツリー。でもさ、あのクッキングのレベル1なんで、そんなに難しくはないのかもしんないね。きたー、かわいいなこの、ママのクッキング、上手に作れるかな。まずはこれよ。お、待って、クリスマスなのにめっちゃハロウィンっぽいことしてんだけど。じゃがいもを茹でる、だって上手にガイドに合わせてね。はあ、どうやんの、どうやんの、ちょっと待って、ちょっと待って待って、これをちょっと弱火にして、弱火にするんだ。あー、なるほどこれでなんか強火にしたり弱火にしたりして、なんとなく合わせるんだ、この温度。こんなんしないだろ料理中そんな強火にしたり弱火にしたりすることあんの。おいおいおい、ちょっと早く早く、よし、オッケー、完璧に。俺じゃがいものね、1週間じゃがいも料理だけで生活するっていう謎のね、挑戦したことあるから。ママより上手かも、びっくり、ママより上手かも。 BMJ、 次はこれを潰そう。あ、ポテトとじゃがいもといえば潰すみたいなとこあるからね、任されよう。頑張ってね、ママさん任せてくださいよ。これ簡単でしょ。簡単、さっきのが嘘のように簡単。うー、何この音何、休館長みたいなやつ泣いてんの。イエーイ、2、3、ママより上手かも、超簡単、これはいけます。次はこれよ、煮よう煮るぐらい漢字で書いてもいいと思うけど、お子様にも優しい。 CD に合わせて上手に操作する。操作は無、操作苦手なんだよ。とにかく、何も動かせないんだけど。え、はい、これ、あ、入れるんだ、牛乳入れて混ぜる。次はなんだ、なんか入れるのか。塩、チョコレート入れちゃダメだろ。次もまたなんか入れるっぽいな。ペッパー、胡椒、塩、胡椒、あ、混ぜるだ、混ぜ混ぜ混ぜ、よーし、完璧マッシュポテトってこんな感じすんだね。本当に、じゃあママさんじゃなくて、もう俺がもうママさんの代わりやろうかな。もう本当にこれクリスマス料理な、星型に切ろう。あ、これは見た目の話ね。なるほど、こっからクリスマスっぽさ出るんだ。えっ、ほいほいほい、突然六芒星描くんだねその切り方じゃさ、切れちゃうじゃんその切り方じゃさ、ダメじゃない。こうはならなくない、この順で包丁入れたらさ。
すげえ、絶対絶対これ真ん中のとこ切れちゃうでしょこれ。イエーイ、ダブルグー。びっくり、ママより上手かも。いやママさん、そのハート、いやママさん、ちょっと旦那さんいるじゃないですか、クッキングパパが。クッキングパパというか、クッキングパパはもうあれ、あの顎の人になっちゃうから、あれはただのイーティングパパだったな。マッシュポテト絞ろう、上手に操作してね。絞るんだ、え え、それやりすぎでしたか。むずい。ほい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 、おーほいほいほい、あー難しい。ほい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 、あーどうなんだこれ。ほい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 、あーなんか本当はできてる。あ、時間ね。ほいほい、おえー完璧じゃないこれ。おしまい。これなんなのこれ、お菓子なの。俺が作ろうとしているものが全然 見えてこないんだけど。ただ腹は減ってきた、すげえ腹減ってきた。にきたー、ポテトサラダ食いたい。え、なにこれ、盛り付けかな。食材を乗せよう、同じ形を見つけてね。そんなパズル的な。うわ、独特しいんだけど。え、ここじゃないの。オッケー、あ、そういうことか。よし、なにこれ、あ、ブロッコリーか一瞬ミッキーマウスかなと思っちゃった。うわあ綺麗だな、これ人参でやったやつだ。おお、すげえ、そんなに美味しそうに見えんけど2、3、俺こんなん作れたらね、子供喜ぶよこれ。完璧じゃん、完璧じゃん。えい、天才うわあ料理の天才じゃん。ママ感激、料理番組モテちゃうじゃん。マッシュポテト釣り、ほらベテランシェフモード、まあベテランですから。あ、待って、右上にイーティングパパ来た。食うだけ、もっと綺麗に食えよお前。うわ、野菜嫌いみたいじゃん。野菜も食えよお前は、バランスよく食え。これ明日にも離婚やな。やったー、こいつ働いてるか本当に。家にいるだけじゃないのかお前は。今度は何を作る。おお、とりあえずこれでクリスマスメニューの一つはできたわけだ。これどうなんだろう、ジンジャークッキー、これもクリスマスに食べるような。あ、後ろに飾ってクリスマスツリーに飾ってるやつあるやつかな。やってみるか、作る。せっかくだから2本立てでいきましょうか。準備中。上手に作れるかな、まずはこれよ。わ、結構卵黄を取り出そう、そんな難しい感じか。まあ、俺マカロン作ったことありますから。ええ、おい、いや、なんで顔にかかったんだよ今ので。今ので顔にかかるのおかしくね。タイミングか、早くやりすぎるとダメなんだろうなきっと。おい、よし、いや、これミスりようないっしょ。いや、これ何やってんのこれ、卵黄が分離されていってんのこれ。ん、え、これ合ってんの、これ永久期間なんだけど。あ、タイミングがもしかして悪いのかな。時すでに遅しかな。あ、間に合った。
しておくからね。あの菩薩のようなママがスーパーサイジン3みたいな仏頂面に、なにこれ、すりおろす、クッキーですりおろすとかあんの。生姜とか入れんな、ジンジャーだからか。どうしたどうしたどうした、置いてギザギザにギザギザに、おい、すりおろした、めっちゃ汚い感じになった。俺もね、ジンジャーエールとかね、ちょっと手作りで下見してみたことがあるんですよ。次はこれよ。何これ、ミシン、何これ、ミキサーか、何これ、あ、泡立て器、ほい、ほい、なになに、なんで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 、グラニュー糖、スイッチをさ、弱めにして入れるときにね、弱めにしなきゃいけないのかな。勝手に、なんで勝手に変わるんだよ。バターいいよ、強くなんな、勝手に、今だ、生姜、おおなんで勝手にスイッチがさ、強に入るの、若干壊れてんのこれ。ママさん、さよなら。次はこれよ。なるほど、こうやって生地を伸ばして、あの、型取りするんだ。クッキーといえばですよね。超簡単じゃん。いや、こんな簡単できたらいいけどな。イエーイ、びっくり、ママより上手かも。これ型取りですね。あとは焼くだけじゃん、完璧。うん、あーたたたたたた、ん、あ、そういう感じ。ほい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 、場所大丈夫かな。あ、やばい、場所やばいな、すげえもったいない感じになってないかな。やばい、あくっそ。いやさ、その丸い部分は、あ、微妙に はみ出してるけどさ、あの、人型の部分的に左下は足りてるよね。足りてるよね、あれ、丸にしてくれてもよくね。まあまあ、そういうとこ細かいんだよな。そういうとこ細かいって PTA で言われてるわ、絶対。え、何すんのこれ、開けて入れて、いいよいいよいいよ、閉める、あ、はい、違う違う違う、まあでもここね、よい、緑色のとこで止める、完璧。おお、膨らんできた。え、大丈夫大丈夫。爆発するかと思った。ジンジャークッキーできましたよ。いや、腹減ってきた。クッキーでもいいから食いたい。わあ、いい、完璧じゃん。おい、いや、これ一番初めだよ、これ関係ないもん、他が完璧だから。うわっ、ママすげえ、なんかもう、なんか卵黄の時のことを根に持ってるっしょこれ。いいよパパ、フォークとか使わなくていい、食い方おかしくね、手で持って食えよお前は。食い方おかしいだろ、どこにスプーンを使う要素があったんだよ。若干二つ星とかして、ちょっと星一つ減らしやがって。はあ、ということで、まあこんな感じかな。とりあえずクリスマス料理を、今回は作りました。なんか定期的にね、あ、右下になんか子供みたいなのもいるね。あの右の子供、なんかちっちゃい子可愛いけど。はい、ということで、またなんか季節の料理とかあればやってみてもいいかもしれないですね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。皆さんもこれを見れば、完璧にね、ジンジャークッキーと、なんかスイートポテトみたいなの作れると思いますので、ぜひやってみてください。レトルトさーん、Thank you.
ャンプ、やったー、よーし、オッケー。